コンテストスピーチレッスン講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日はスピーチ原稿の作り方についてお伝えをしていこうと思います。過去にね、私が担当させていただいたファイナリストたちでよく上がってきていた質問というか、スピーチを作る前のお話なんですけどね、まずは大会のスピーチ趣旨ってありますよね。テーマ、これについて話してくださいっていう、その内容を言われたんだけど、どうやって作ったらいいか分かりません、何を話したらいいのか分かりませんっていう人なんです。本当に多いの。いざスピーチ作るってなると、もう話したいことがいっぱいあるんやろうね、まとまらへんのよっていう人がすごく多いんです。でもう一つは、自分でまとめはんねんけど薄い、まとめてくれたやつを見せてもらった時にね、なんか直感でこれほんまにこの人話したいのかなっていう疑問が湧く原稿があります。それはね、大会のために作ったとか、ちょっとええこと言うたろうとか、かっこいいこと言わなあかんとか、これ言って、こういう感じのスピーチを話せばグランプリもらえるんじゃないとかなんか過去のその大会の、グランプリの方とかの動画が載っててね、スピーチを見てこういう感じの話し方ねっていう、なんかそのなんちゅうの、その心の裏というかさ、そんなんが伝わる文章があったりとかします。あのね、あらかじめお伝えしておきたいんですけど、コンテストのスピーチってね、そのコンテストが終わった後に、あなたが歩みを止めないために、活動をどんどんしていくための決意表明やと思っているんです。だ、その決意表明に対して嘘偽りが入ったり、カッコつけが入ったり、いいカッコしいがあったりってすると、にとってもなんかもやっとした状態で残るし、ほんまのことじゃないから決意表明をされても薄いんです。そして聞いてる側の人からすると、うっすーって思ってます。で、気づく人も多いと思うよ。気づかん人もいるけど、私はたくさん、もう本当にびっくりするぐらい数のスピーチを聞いてきたんだけど、やっぱり心に残る人ってほんまのこと言うてはる。だから、そのスピーチ聞いて涙出そうになる時もあるし、ずっと文章が残ってたりとかするしね。でもそういう人がグランプリとか取ってなかったとしても、ずっと残ってる。で、残ってるし、その人のその後の SNS を見てたりとかすると、ちゃんとそれを公言したことをちゃんとやっていってはるんです。で、なんか大きいええこととかかっこいいことを言うた人に限って、その後インスタとか見るとご飯の写真しか載ってないみたいなことになるんですよ。だからやっぱりコンテストってエントリーされた皆さんが今後活躍をしていくための第一歩なんですよね。ゴールじゃなくて一歩目なので、そこで嘘偽りは言わんといてほしいなって、かっこつけたこと言わんといてほしいなって思ってます。まずは原稿の作り方からなんですが、おすすめね、絶対じゃないんで、おすすめとしては、あなたが話したいと思っている内容を箇条書きに書き出す、パソコンで打ち出すんじゃなくって、自分で手書きで書き出す。ここポイントです。手で書くことによってすごいアウトプットできるんですよ。考えながら書くでしょ。そしたら漢字の意味だったりとか思い出すものがあったりってします。で、なぜかパソコンでカチャカチャやってると薄いんよねだから手書きの手紙ってグッてくるものがあるの。それと一緒なので、紙と鉛筆用意して、あなたが話したいと思っていることをまずは書き出してください。そして2つ目は、その書き出した内容に対して簡単にでいいんでエピソードを書く。例えばゴミ処理問題について書きたかったら、なんでそれを感じたのかっていうと、
昔ゴミの埋め立て地見に行った時にものすごい量のゴミを見て驚愕だったみたいなんとかね、あの子供の飢餓について、まあやっぱり日本でも食べれない子たちっていてるんでね、子供の飢餓について話したいと思ったっていうのが、なんでかっていうと自分が大学の時にやってたボランティア活動で子供食堂に携わった経験があるとか、なんかそういうことをセットにして書いていくんです。で3つ目が、書き終わった後声に出して読んでください。で声に出して読んでいってるとね、でもこれ別に今じゃないかなとか、これも別にいいかなっていうのがどんどん出てくるんで、出てきたら全部消去していく。そして残ってきたものに対してまた同じ作業をするの。残って、まあ、3つ残ったとしたら3つの題名、3つのエピソード、さらにエピソードを付け加えていく。でまた口に出して読むの。ほんならほんまにしっくりくるものがある。そうや、私これが話したかったんやっていうことが出てきたりします。または全部ちゃうかったりするかもしれない。全部ちゃうかって全部消してしまったらまた書き出して、それの作業を繰り返していることで本当にあなたの奥底にあった話したいことっていうのが浮き彫りになってくると思います。でね、次の工程作業に入りますけど、今、まあ、たった一つの題名が決まりました、テーマが決まりました、それに対して何かエピソードがあります。じゃあ今度はそのエピソードをもうちょっと増やしていくんです。でエピソードを増やしつつ、あなたが何者なのかっていうところも入れてほしいんです。例えば、まあ、さっきの子ども食堂の話でいくとね、大学の子どもの飢餓問題をなくしたい、それに至った きっかけとしては大学の時にボランティア活動で子ども食堂に携わった。でもうちょっとエピソードがあって、その子ども食堂でお腹いっぱい食べた後の子どもの幸せな顔を見た時にやってよかったっていうやりがいを感じたとか、子ども食堂の準備をしてくださっている大人のボランティアの方たちとお話をした時に子どもの実情を知って何とかしたいっていう気持ちになったとかっていうエピソードがあるでしょ。それプラスあなたが何者なのかなんです。例えば今現在それを踏まえて、今自分は食品関係の会社に勤めていると。で食品関係の会社でもやっぱりロス、食品ロスというのが出てて、食材がどんどん捨てられていってる、その現状を知っているから自分の会社を巻き添えにして私こういうことができるんですって話せるから、あなたが何者なのかっていうのを入れてほしいです。それとか、まあ、ゴミ問題のやつでいくとね、今現在自分が何か社会的なボランティア活動に携わっていて、そのゴミ問題について日々討論しているとか、そんなんもいいし、日本文化を提唱していきたいっていうんだったら現在着付け師をしていますとか、染め物工場で働いてますとか、髪結いの人、和髪を作る人ですとか、なんかあなたにしか話せない、あなたが何者なのかっていうところも入れてほしいんですよね。そしてこれでさ、今スピーチで話すテーマが決まり、エピソードがいくつかあり、あなたが何者なのかっていうのがありますよね。じゃあこれを踏まえて、大会後あなたがその大会のファイナリストとして、グランプリとして何をやっていきたいのか、どんな活動をしたいのかっていうのが必要かなと思います。で、それはリアルであればあるほどいいなと思っていて、まあなんか世界に発信します言うてて、インスタとか見てると、ご飯のことしか載ってへんやんとか、アクセサリーしか載せてへんやんっていう人、過去山盛りいるんです。発信する言うたやんっていう人が結構いるし、なんか全然違うことやってはったりとかね、やっぱりなんか薄いんよね、そういうのって。あなたが例えば大使館に勤めててとか、あの海外の方とすごいたくさんのコネクションを持ってて、自分も英語が喋れて、
なんか海外留学の経験があってとか、バックパッカーやってましたとか、なんかそういう海外のことをすごく分かります、できますっていう状態で海外の人に着物を伝えたい、やったら分かるやん。だって海外経験あるし、英語も喋れるし、コネクションも持ってるしって言ったら分かるんよ。なのになんか SNS のフォロワー、総フォロワー数が1000人以下とかさ、100人ぐらいしかいません、英語喋れません、海外行ったことありません、なんなら行ってても観光だけですみたいな方が着物を海外に伝えたいって言われたところで、うん、もう頑張ればっていう話になっちゃうんですよ。だから今あなたが何者なのかっていうのがすごく大事で、何者なのかっていうところから未来こうしたいんだっていうところはちょっとリアルに、あんまり小さく収まらんでいいと思います。隣の人に伝えたいんですって、もうそんなんやって普通にやっときいいやと思うから、もちろんちょっと大きく壮大な話をしていただきたいなとは思うんだけれども、かといっていやいや今のあなたの状態じゃ無理じゃんっていう内容だと説得力がないっていうところなの。チャレンジしちゃいけないとは言いません、チャレンジしたらいい、だけどこれはコンテストのスピーチなので説得力がないと意味がないんですよっていうことを踏まえて、現在着付け師さん、海外経験ある、海外の方に着物を着せたことがある、その経験から海外に広めていきたいんだみたいな、ちゃんとつながりを作っていきましょうっていうところなんです。で、ここまでできたらあとは文章を構成していくっていう作業に入っていくので、結論から起承転結、ストーリーから結論、結論、ストーリー、結論、起承転結で、まあ、いろいろ文章構成のやり方ってあると思うんですよね。それにのっとって文章を作っていく。ただし30秒と決められているんであれば、おすすめは28秒で作る。20秒のスピーチだったら18秒のスピーチです。で、ちょっとだけ短めに作っておくっていうことをやってみはったらいいかなと思います。で、まあ、またこれからもね、その原稿を作るときにどうやってしたらいいんだっていうのをいくつか載せていこうと思いますので、今日はここまで。まずは基本の原稿の作るための土台みたいなところからお伝えをしていってます。まあ、スピーチは本当に自分の言葉、自分の思いを言葉にして決意表明をして、その後の人生に役立てていくっていうための一つなので、ぜひ嘘はつかずに、あなたが本当に話したいんだっていうことを言葉にしてみてください。